ラッシーが飲みたい。本当の目的はそれですね。ラッシー、甘いものがね。決め手はラッシーだったね。決め手はラッシー。まあね、私嫌いな食べ物が多いんですけど、うん、やっぱカレーってさ、もうカレーじゃん。入れないよね。そう。変なものを余計に入れたりしないから。だから好きなの。もう余計なものが入ってないカレー。大好き。そう。カレー食べてゲロ。あ、あったあったあった。あ、え、すごいすごい可愛い。こんにちは。ちょっとじゃあ聞いてきてください。サメさんもどうぞ。カレー食べてゲロ。え、いいんですか。カレー食べてゲロ。え、ありがとうございます。え、なんかオッケーっぽいです。え、なんか本当に今日いいね。え、なんかあっさりオッケーな。ちょっとお仕事でございます。あったかいになります。気をつけてください。あったかいですか。あったかいです。え、私の心もあったまりそうです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。カレー食べてゲロ。せわせわ。はい。カレーのチキンカレーでチーズナンに変更。チーズナン。マンゴーラッシーにしたいんですけど、これ2人で1個食べたくて、で飲み物2つにしたいんで飲み物。飲み物2つだったら1個が単品で大丈夫。あ、大丈夫。はい、単品で飲み物。マンゴーラッシー。マンゴーラッシー。はい。カレー食べてゲロ。モーデサンド。カレーを食べてさ、おしゃれなんかさ、洋食食べてそうな感じ。洋食チーズが食べてそうそうそう。あるけど、やっぱインドで。ちょっといいじゃん、インドカラー。インドカラー。インドカラーだよ。インドカラー。そう、インドカラー。2人は、インドカラー。カレー食べてゲロ。お目当てのね。お目当ての。あ、ついてて、あの、ね、カレーの次にお目当ての。乾杯。これや、これ。めっちゃ美味しい。美味しい。え、めっちゃ美味しい。めっちゃ美味しい。カレー食べてゲロ。美味しいよね。これ、止まらない。飲んでほしい、これ。本当全部それや。カレー食べてゲロ。止まらないんだけど、ね、チーズナンね、包んで見えた。はい、お待たせしました。チキンカレーチーズナンでございます。え、すごくない。カレー食べてゲロ。いただきます。いただきます。これは美味しいチーズナン屋さんだ。カレー食べてゲロ。私ね、チーズナンすごい好きで、いろんなお店行くわけですよ。美味しい。チーズナン求めてカレー食べに行って、これは私すごい求めてた。いろんなチーズナン屋さん行くんですけど、しょっぱくないチーズナンが多くて、割と甘めだったりが多いんですけど、ここのチーズナンはしょっぱいから、ぜひしょっぱいチーズナンを食べてください。カレー食べてゲロ。カレーをいただきます。うん、いただきます。美味しいね。チーズナンがしょっぱいから、カレーと合うのかな、どうかなって思ったらめっちゃ合う。なんだろう、日本人向けじゃない感じがする。なんか本格的な味がしない。するする。ダメだ。美味しい美味しい。辛いは
カフェじゃない。そう、スパイスだよね、うん、私これでさ、何のスパイスが強いですねみたいなのが分かるようになりたいわ、うん、作ろうカレー。でも本当に暗いわけじゃないから、やばい、ラッシーが止まらない。え、分かる、ラッシー一回飲んだらさラッシーが止まらない、半分ぐらいいっちゃうよね。ブラッシーが止まらないっていう歌作ろう。わかる。カレー食べてゲロ。じゃあ歌詞ちょっと作ってもらって。何曲作ってくれるの？はい、私が作るんだ。カレー食べてゲロ。ラッシーがラッシーが止まらないラッシー。これも。そうそうそう。みんなラッシーって。ラッシーと向き合ってる。あ、もうラッシー止まってないよ、本当に。ラッシーが止まらない、どうしよう。ラッシーが止まらない、ラッシーが、ラッシーが止まらない、ラッシー、その、私だけに言わなくて。ラッシー、カレー食べてゲロ。はい、というわけで、はい、チーズナンを食べてきました。いや、食べてきました。ディップマハルさん、ね、表参道にあるすごいチーズナンがめちゃくちゃ美味しい店です。さらにね、それにカレーをつけるとより一層ね、また本当に美味しかった。新しいカレーを感じました、ね、新しいカレーぜひ表参道に来ることがあれば、はい、A さん出口からね、そうですね、すぐなので、すぐなのでちょちょちょっとちょちょっとね食べに来て、はい、行ってみてください、行ってみてください。さあ、そういうことで、で、では今ね、ここなんですよ、おもつサンド。そう、もうちょいなんだよね。で、代々木上原に着けばもう終わりなんです、ゴールなんです。結構、ね、胃的にも限界が来てる。そう、限界が来てる、割とすっごいね、美味しかったんだけど。美味しかったね、結構ね、胃に来ましたね、これ。3以上が出れば、うわー、1とか出たら最悪だよね、これ。じゃあ、さあ最後になるかな、じゃあ最後にしたいですね、これは。カレー食べてゲロ。行きまーす。うわー、あっ、うわー、3ですね、これは。カレー食べてゲロ。あぶねー、じゃあぴったり終われたね。今日3だけ、3しか出してない。じゃあ3出してほしいときはソラちゃん呼びます。そうね、それ呼んで、じゃあ3が出たので、いやー、よかった、危ない危ない、3ということで、代々木上原に向かってゴールに向かいたいと思います。まだ飛びましょうか。せーの、あー、優勝、着いたね、ゴール代々木上原、ゴールできた。いや、初回ゲストどうでしたか？いや、もう本当になんか初回っていうことで、いや、どんなかなと思ってワクワクしながら来たんですけど、いや、意外と過酷でしたね、これ。いや、意外と過酷です、過酷だったね。でもね、楽しかったので、またあの3番をね、聞いてほしいとき私呼んでくれれば。そうです、3のサイコロ出す、3のサイコロ、3の目を出すんで。カレー食べてゲロ。すごい美味しいお店にたくさん出会えて、そう、出会えたから今度ね、行きたいなと思いました。また行きます、お腹が空いてるときに行きたいなと思いましたね。ありがとうございました。ありがとうございました。以上、雨宮カリーでした。バイバーイ。